家庭室の楽屋で何やってんすか。いやちょっとじゃ出てってください。なんだ怖いな、なんで撮ってるんですか。出てけよ、遊びでやってねえんだよこっちは。なあ、はい、で、こっちはお仕事が。何ですかこれは。ちょっともうちょっとこっちが、これなんか売るらしいです。マルイのポップアップショップで少年 T が特集されてるっていうやつで売るグッズですか。そうですね、それが。こんなん作ったんだ。これを、写真とかね、ミニスタンドパネルとか。ちょっとこれ人の写真勝手に使われちゃ困るんだけど、これとかさ、人のさ、アーシャを勝手に使わないでもらえる？すごい怒ってますね。ねえ、これ何？ポーチみたいな。マルシー少年 T。 いやこっちだよ少年 T は。あ、これ無断で。勝手に無断だよこれは。ねえ、誰かの金稼げに。ねえ、使われてんじゃないのこれ。これとか大丈夫？僕の記憶だとミュージックビデオとかでも帽子かぶったシーンワンカットしかなかったけど、帽子バージョンの方グッズ化して大丈夫なこれ。みんなあんま印象ないと思うけど、下校中とかね、最近出してないよ下校中とか。僕が小金稼ぎのために作ったキャラクターなのに。でも可愛いですね。アルコールスプレーとかね、ティーセットボックスなんてね、こんな格好つけちゃって。おい売れない韓国人俳優みたいな顔してんな。というわけで渋谷のね、新宿だ、新宿の丸井さんですよね、丸井さんのポップアップショップやってます。ぜひ買ってください。